ございます、たける様。今日は随分とごゆるりとされておりましたね。大層お疲れでしょうから、その方がよろしいかと存じます。朝食はいかがされますか？かしこまりました。では失礼いたします。おはよう、タケル。タケル、今朝は遅いな。何を謝る？今のそなたでは致し方なかろう。何が悪いのだ？早い時間とは何のことだ？どうしたのだ？タケル？どこかに出かけるのか？そうか、それは良いな。そなたの気分転換にはそれも。そなたが私を誘ってくれるのはとても嬉しいことなのだが、事前に約束をした覚えはないぞ。そなたとの約束が私にとってどれほどの大事であるか理解しておらんようだな。それを私が忘れるとでも思っているのか？それ以前にしてもいない約束を反故にしたと言われるのは遺憾だぞ。誕生日？今日はそなたの誕生日なのか？初耳だ。私としたことが。何のことだ？やはりそなたの思い違いであろう。そもそも昨日、私はそなたと話した覚えがない。いや、その前、最後に話したのは、あ？いつだ？はて、ここはどこだ？何故私はこのようなところに。何やら私は大変な失礼をしたようだ。許すがよい。ご迷惑をかけたことに対する保証は、蜜剣の名にかけて全てそなたの満足いくよう取り計らうゆえ、ご容赦いただきたい。それではこれにて失礼する。つくよみ、つくよみはおるか？つくよみ！何をする！後ろからつかみかかってこようとは、いささか無礼であるな。本来なら切って捨てられても文句は言えんぞ。そなたは何者だ？名を名乗るがよい。私は蜜剣名矢だ。そなたは人違いをしているのではないか？申し訳ないが、私はそなたに会った覚えがない。人違いであろう。この私にミナルカムイを抜かせるとは、そなた相当な修練を積んでいるようだが、精神の鍛錬がまだまだ足りないようだな。私に何か力になれることはあるか？そうか。では、急いでいるゆえ、これにて失礼する。
何かを感じたらすぐに教えに来なさいよ。昨日少しずつでもいいから元気になろうって言ったのにな、全然ダメみたいだ。ん？そのようなこと、いつ申した？え？そなたとそのような話をしたのであろうか？何言ってんだよ。しただろ。ハンカチも洗って返すよ。すまぬ。私もいささか混乱しているのかもしれんな。そなたは何者だ？あらまあ、平穏な生活は意外と短かったわね。落ち着きなさい。記憶が消えたのは誰？どんな風に？詳しく教えて。そう。それで？まさかとは思ったけど、曖昧な仮説を立ててただけよ。でも念のため、鏡と三剣にはあんたに近づかない方がいいって助言しておいたんだけど、こっちの世界の白金に関わる因果情報が流出し始めている。前に私はあんたが因果情報を受け取る受容体だと例えたけど、それは違ったってことね。一方的に受け取るだけではなく、因果動態であるあんたを起点に二つの世界は因果情報のやり取りをしているということよ。二つの世界をつなぐパイプの入り口は常に白金タケルと共にある。因果動態であるあんたの近くにいる存在ほどその影響を受けやすいってことね。あんたが好むと好まざるとにかかわらず、あんたの意識がそのパイプのチェックシステムとして機能してしまっているのよ。おそらく記憶が最も差し障りのない因果だってことでしょう。普通に考えれば軽いものから先に流されていくものよ。最近の記憶から遡って消えていることからもそう予測できる。記憶が新しいほど付帯情報や他の記憶との関連付けが少ない分軽いのよ。そもそも記憶って何かしら。対象を観測し得られた情報を整理して貯蔵することじゃない？五感などを使って観測した対象の情報を各人が持つ脳のデータベースと照合して、その対象が何であるかを確定し、それを脳の記憶野に貯蔵したもの、それが記憶じゃない？じゃあ相手からあんたの記憶がなくなるメカニズムを仮説に従って簡単に説明するわ。まず基本、例えば光月優子がこの部屋に一人でいるときに白金タケルが入ってきたというシチュエーションで考えてみましょう。いい？まず私は自分が部屋にいることを認識する。次に誰かが入ってきたらしいことを認識する。いいわよね。じゃあ次に私は何をする？その通り。観測して情報を受け取った私はその情報を脳にあるデータベースと照合して部屋に入ってきた人物が白金タケルであると認識する。それに日時や場所等の付帯情報を合わせたものが何月何日何時何分に白金がここに来たという新しい情報として脳のデータバンクに蓄えられる。これを何て言う？その通り。では
最初のシチュエーションに戻って、いよいよお待ちかねの部分よ。私が部屋にいることと誰かが入ってきたことまでは認識した。いい？ここで二つの世界をつなぐパイプのセンサーが作動する。センサーは誰かがそこにいる、その程度の認識であればパイプに送り込まない。だけど私が白金だと認識したら、センサーが白金関連の因果情報としてパイプに送り込んでしまう。そうしたらどうなる？その通り。それが記憶消失のメカニズム。あくまで想像だけど。センサーがどうやって白金関連の因果情報を認識しているのかがわからないけど、おそらくあんたの意思の状態で変化するんだと思うわ。そうよ。それが表層の意識によるのか、自覚できない深層意識によるものか、そこまではわからないけどね。おそらく相手はどこに出かけようだとか、そういうことをあれこれ想像したんでしょうね。そしてあんたもそれを強く意識して期待した。そうね。無責任なこと言うみたいだけど、私は全てを知っているわけじゃないわ。だけどそこに発生する時間差が原因解明の糸口になるかもしれない。勘違いしないで。原因が分かったとしても、それを防ぐことができるとは限らないのよ。一つ言えることは、センサーの情報認識にはある程度の時間がかかるってこと。だけど最初は緩慢でも、その人間の白金の記憶特性を一度認識すると、何かを引き金に爆発的に食い荒らしていくのよ。今日会う約束をしたという情報は、昨日あんたと別れてから今朝までの間に送り出されたはず。そうよ。でも忘れたのはそこまで。今日会った段階ではそれ以前の記憶はまだあった。そうよね。そしてその時、それをあんたが確かめようとすると、相手は自分の脳の中にある白金と約束をした記憶を探ろうとした。それを感知したセンサーは、相手が探り当てた白金と約束をした記憶を白金に関する因果情報として関連付け、送り出した。そして不毛な会話が交わされ、相手が記憶を探るたびに、さらに様々な記憶がセンサーによって関連付けられ、パイプに送り込まれる。さらに思い出そうと必死になった相手の意識は、最終的に白金タケルという存在そのものに関する根源情報にたどり着いた。この人は私を知っているようだ。状況から判断して私が知らないのはおかしいようだ。なら、この人は一体誰だろうか。なぜ私は知らないのか。センサーは因果の結果から遡り、相手の脳にある白金タケルに関する全ての記憶情報を芋づる式に関連付けて、根こそぎ送り出してしまったのよ。そして根源情報を失った相手は、あんたのことを見知らぬ誰かという存在として認識する。そういう言い方で言えば、そうね。まだよ。まだ最悪じゃないよ。残念ながら逆。本当の最悪はここからよ。あんた、まだ気づいてないの？ま、この状況じゃ頭が回らないのも無理ないけど。神でもない限り、見ず知らずの人間が誰であるかを知ることのできる者はいないのよ。このままあんたが顔見知りに直接接触し続ければ、その相手はあんたを白金タケルとして認識できなくなる。そして、あんたを知っていた全員が白金タケルを認識できなくなった時、それがあんた以外の人間にとって
白金武という存在の消滅であることに気づいている？社が観測をやめたら、あんたを実体化させる観測者は向こうの世界の人間が持っている白金タケルの記憶とあんたの意思しかなくなるでしょう。最悪白金タケルという存在自体が消し飛んでしまうかもしれない。まあ、あんたの周りの人間があんたを覚えている限りそんなことにはならないから安心していいんじゃない？この前言ってたわよね、観測者の話。もしみんながあんたを忘れたら、あとはあんたの意思しか観測者はいなくなる。あんたができることは、もう世界を強く意識するしかないのよ。そうしなければ、あんたはこの世界から完全に消滅してしまう。無駄よ。仮にその相手と人間関係を再構築したとしても、記憶、つまり因果情報が発生した瞬間にパイプに送られてしまう。忘れないでちょうだい。あんたはその相手に不幸をもたらすかもしれない存在だってことを。あんたが関係を深めれば深めるほど、その人間から白金の記憶を奪い、そして予測不能な因果を与えることを。因果動態という運命からは逃げられない。向こうの世界とこっちの世界に因果の高低差がある限り、永遠にね。白金タケルという存在自体が消し飛んでしまうかもしれない。あるいはもともとその世界にいた白金タケルに一方的に取り込まれてしまうかもしれない。それ以前に自分で消しちゃうこともあるかもね。かける言葉もないわ。私でも人間なのよ。姉の辛さが分かったわ。私には医者をやってる姉がいてね。人に死の宣告をする、いえ、いろんな事情で告知できず心に留めておくことも多いんじゃないかしら。どんなに頑張っても毎日人が死んでいく。遺族から罵られることも多いと思うわ。そんな修羅場をくぐった姉になら、もしかしたらできることなのかもしれないけど、
素人の私にとっては辛すぎるわね。辛すぎて妙に冷静になっちゃうなんて初めての経験よね。自分の研究の意義にこれほど疑問を感じたことは今までなかったわ。私は何のために研究をしていたのかしら。少なくともマリモを殺すためじゃなかった。少なくとも抗うことのできない見えない力に翻弄され狼狽し打ちひしがれる教え子の姿を見守るためじゃなかった。この世界から一人の人間が消滅していくのを指を加えて見ているためじゃなかった。決して世界を救うつもりでも何でもなかったんだけどね。天才が本気出しちゃおうかしらね。白金、慰めにもならないと思うけど、センサーの認識速度の話をしていて分かったことがあるわ。マリモは死んだ時あんたのことはちゃんと覚えていたはずよ。もう帰りなさい。一生懸命な姿は私には似合わないのよ。こっちから連絡するわ。帰って。何を？言ったわね。白がね、気持ちはわかるけど。そうね、幼なじみだっけ？それに隣に住んでるのよね。現段階で消滅もしくは死んでないのであれば鏡が安全である可能性は高いとしか言えないわ。マリモは記憶を失う間もなく死という因果の影響を受けたということは明らかに向こうの世界の因果の影響を受ける方が早いということよ。今現在マリモ以外に誰も死んでいないのはマリモ以外には死という因果が存在しないという予測が可能よ。そして鏡が今でも無事にいるのは向こうの世界に鏡に関する因果が存在しないとも言うことができる。もともと存在しないのであれば因果は発生しようがない。そういう意味で鏡は最も安全な存在という予測が成り立つということよ。一つ聞くけど、これまで鏡に変わった様子はなかった？そう、やっぱりね。これは余計なことだと承知で話すけど、実は記憶の流出についても同じことが予想できるわ。マリモのケースを見てもわかるように因果のやり取りには必ず受け手が必要だと思われるわ。だから向こうの世界に鏡が存在しなければ記憶の流出も起こりがたいのではないかと考えられるの。あんたが今いくらベータとかいう宇宙人を意識しようが、もともとこっちの世界にいないベータには何の影響も現れないでしょ。それはあんたの目の前で撃ち殺されたっていうベータの因果を受け取る存在がこちらにはないからよ。でもこれはあくまで私の仮説。
強いようだけど、誰にも近寄らないに越したことはない。それが一番安全なのよ。相手はどこに出かけようだとかそういうことをあれこれ想像したんでしょうね。そしてあんたもそれを強く意識して期待した。タケルちゃん？そしてその時それをあんたが確かめようとすると、相手は自分の脳の中にある白金と約束をした記憶を探ろうとした。ひどいよ。タケルちゃんってば。やっ、どうしたの？え、ダメって？え、
たのさ。どうしてさ。それ以前に自分で消しちゃうこともあるかもね。それ以前に自分で消しちゃうこともあるかもね。タケルちゃんでも、ここで寝るのは反則だよ。寒いんだから、気をつけてよね。手なんてガチガチだよ。それ、タケルちゃんがくれたやつだよ。子供の頃に、そんな大きいのくれるんだもん。最近まで使わなかったんだから。あったかいでしょ？さすがタケルちゃんのプレゼントだよね。謝れ、この。傷ついたんだぞ。タケルちゃんに嫌われるようなこと、何かしたかな？
なんか言ってよ。黙ってたらわからないよ。話してくれないとわからないよ。わかるもん。わかるんだよ。タケルちゃんのことだから。するよ。そりゃタケルちゃんより成績悪いけど、わかるよ。だってタケルちゃんのことだもん。わかるよ。わかるんだよ。絶対にわかる。ケルちゃんのことだから、わかるもん。わかるまでずっとずっと一緒にいるんだから、帰らないから。そうだよ、そんなの前から知ってるじゃん。絶対にわかるんだから。私は？なんだ、つまんないな。なんでさ。そうだね。それでそれで、その後どうなっちゃうの？なんで負けちゃうの知ってるの？うん。そうなんだ。タケルちゃん、ヒーローだね。きっと一番上手でしょ？ダメだったの？先生の顔見てあんなに泣いてたんだね。タケルちゃん。
そんな。罰だなんて、そんなことないよ。なんでさ。ううん、信じるよ。信じるに決まってるじゃない。だって真剣だもん。辛いの見ててわかるもん。え？どうしてよ。忘れる？どうして？何それ。光月先生がそう言ったんだね。だから先生、私にタケルちゃんに近づくなって言ったんだ。そういうことだったんだ。だからあんなことが。そんなのどうでもいいよ。そんなの解決してるの。タケルちゃん、先生の言うこと真に受けるの？ダメだよ。光月先生が言ってることが本当だって保証なんかないじゃない。タケルちゃんと一緒にいるとタケルちゃんのこと忘れるなんて全然逆だよ。そんなの嘘っぱちだよ。一緒にいたらもっとタケルちゃんのことを覚えるんだよ。忘れるわけないんだよ。忘れないよ。私は忘れないよ。そんなの大丈夫だったもん。そんなことで忘れちゃうわけないよ。先生の言葉なんか信用しないよ。本当じゃないよ。絶対本当じゃないよ。忘れるわけないよ。私とエルちゃんが一緒にいなかった時なんてほとんどないんだよ。エルちゃんのこと忘れたら半分は私じゃなくなっちゃうよ。タケルちゃんといて、タケルちゃんとの思い出があって、初めて私なんだから。だから忘れないよ。忘れるわけないよ。タケルちゃんとの思い出全部絶対になくさないんだから。離さない。ダメ、絶対離さないんだから。タケルちゃんがいなくちゃ嫌だよ。あっち行けなんて言わないでよ。忘れないよ。絶対に忘れないんだから。それはタケルちゃんだよ。タケルちゃんといて私は私になれるんだから。それが私なんだから。それがタケルちゃんなんだから。私から離れていかないでよ。
タケルちゃんの手、あったかいね。いっぱい泣いたら、ほっぺたがカサカサになっちゃったよ。タケルちゃんもね。あ、ちょっと待ってて。何やってんの？見て見て、新しい自動販売機だよ。超絶シルコ持ち入りだって。超絶ってなんだよ。しかも持ち入りって。ねえねえ、お金ちょうだい。はあ？やっぱりおシルコと来たら飲まなきゃダメでしょ。なんでだよ。つうか勝手に買え。今ね、お金持ってないの。だからちょうだい。バカも休み休み言え。なんで俺が。大じゃないのか。あ、タケルちゃんありがとう。親切だね。おのれ。やっぱりこれからの季節、おしるこだよね。もうすぐ衣替えじゃねえかよ。スミカはこれ飲め。お出かけはなしだね。ううん、タケルちゃんの悩みがわかったから。って話さなきゃ帰れないよ。ねえ。
え？タケルちゃん。ドキドキしちゃった。私、絶対忘れない。だから、もう一回。